日、散策しながら皆さんからモニターをしていただきたいと。吾妻街道は盛岡を起点に秋田県の大館市につながる道で、当時は人々の交流や物資の流通に大きな役割を果たしていました。この街道を地元の観光資源として生かしていきたい、そんな思いから企画されたツアーには県内外からおよそ50人が参加しました。一行は八幡平市の阿代歴史夢街道の会と七しぐれロマンの会のメンバーの案内でおよそ7キロを歩きました。今から10年前、ロマンの会が立ち上がる前まではほとんど歩く人はゼロで、それを少しでもまずイベントをして皆さんにいろんな、メディアを通じて発表して吾妻街道七しぐれということをまず知ってもらうということで初期段階としてやってきました。はいどうぞ、はいどうぞ、甘酒どうぞ。地元の人たちからの甘酒の振る舞いは冷えた体にはとても美味しかったようです。そして水戸黄門様との記念写真、きっといい思い出となったことでしょう。もっと大きく押してください。あ、この休憩小屋もものすごく紅葉がねすごく綺麗です。実は昨日天気が良くて、私も七しぐれの方に別件で行ってきたんですけどもね、もうこれは私たちが独り占めにしてはもったいないと、いろんな人に来て見てその良さを知ってもらいたいとは本当に思います。昔の人が歩いた同じ場所に今自分たちがいる、地域の人たちと触れ合いながら歩いた吾妻街道、皆さんも一度自分で街道を確かめてみませんか。